土曜日といえば毎週恒例の酒飲み生放送をやります。今回も8時半スタートですのでぜひご覧ください。リンクは動画説明欄からどうぞ。さてこの2年間は新型コロナウイルスに世界中が翻弄されてきましたよね。ただ北朝鮮に関しては国境を閉じて大本営発表だとコロナはないということになっていました。それで国際社会からのワクチン支援も拒否していたんですね。ところがここに来て感染が拡大してきたせいか北朝鮮も発表せざるを得なくなっています。北朝鮮は新型コロナウイルスの感染確認を受けて14日開かれた朝鮮労働党の会議で13日の1日で17万人以上に発熱の症状が確認され21人が死亡したと明らかにしました。新たな発熱の患者は12日に比べ9倍以上に増えていて金正恩総書記は建国以来の大動乱だとして強い危機感を示しました。北朝鮮は12日の新型コロナウイルスの感染者が初めて確認されたとして最大非常防疫体制に移行すると発表し全ての市や郡などを封鎖しました。金総書記は先進国の防衛政策を研究することがとても重要だ、特に中国の先進的な成果を積極的に見習うのが良いとして新型コロナウイルスの感染を徹底して抑え込むゼロコロナ政策を続ける中国に倣って対策を強化するよう指示しました。あ、バカですね。ゼロコロナって無理ですからね。中国のゼロコロナ政策によって国際社会にも大きな影響が出ています。まあ、上海封鎖なんかしてしまうとやっぱりもう各国のね生産なんかにも大きな影響を及ぼしてしまっていますし、まあ、北朝鮮の場合ね大して国際社会とつながりがないので、まあ、どうでもいいっちゃどうでもいいんですけど、ただ北朝鮮の国民はちょっとかわいそうというかね洒落になりませんよ。あそこってただでさえ物資がない国ですよ。まあ、それで隔離とか、まあ、思うような行動ができなくなってしまうとそれ農業生産とか食料品の生産に支障が出てしまう可能性というのもありますよね。あの国はねミサイル撃ってる場合じゃないんですよ。もし撃つにしてもワクチンですよ。ただ先ほどもちょっと触れたように北朝鮮は国際社会のワクチン支援というのを断ってきたというのがあります。それを転換できるのか。テレ朝ニュースは日本政府内の一部には北朝鮮に対してワクチンの供与を検討する動きがありますと記事にしているんですが本当かよという話です。これテレ朝の願望なんじゃないの。当たり前ですけどあの国に供与する必要なんてありませんからね。もしそれワクチン渡すにしたってまあ当然ですけれども拉致被害者の奪還というのが先ですよ。そしてミサイル撃ったり核開発するのもやめてもらわなければいけません。人道的にどうだとか言う人いるんですけれども、いやそれ仮にさ渡したとしてさあの国ワクチン管理できますかね。しかしまあ考えてみると恐ろしい話ですよね。だってそれ医療関係者もワクチン打たずにそれ対応に当たるってさ里崎さん風に言うと地獄でしょうね。なぜ今北朝鮮が発表したのかという話ですけれども、これは諸説あります。これはまあ違うと思いますけれども、ロシアに協力したくないから発表した説ありますよね。ウクライナとの戦闘が膠着するロシアですけれども、まあそのね、北朝鮮にもちょっとなんかいろいろ言っていたんだけども、北朝鮮としては協力するの厳しいから、もうコロナ発表して無理って言っちゃえみたいなさ、まあ単純に隠しきれないほど多くなってしまったということなんじゃないですかね。今回の件というのは北朝鮮の脆弱性が改めて見えた形ですよね。ミサイルは開発できても、多分コロナには対応できないでしょう。もうそのままキム体制崩壊してくれ。韓国は支援する方向性だとかいうことなんですけど、それやったところでね関係改善にはつながらないでしょうし、もうちょっとねいっそね北朝鮮もそうだしロシアもそうだし中国も体制崩壊してくんないかなっていうね、そんな感じですよね。ということで続きは生放送でやりますのでぜひご覧ください。リンクは動画説明欄からどうぞ。